ソーシャルメディアを活用して中小企業の経営力をアップ、株式会社8円ソーシャルマジシャン坂田誠です。今回はですね、Facebook ページランクというですね、Facebook ページのランキングがあるんですけども、こちらの方がですね、ここに書いてありますけども、6月9日からですね、地域ランキングがですね、非常に強化されたということなんですね。あなたの地元の県のすごいですね、いい Facebook ページをですね、探す方法についてお話したいと思います。でですね、まずこの FB ランクというところにね、ログインしてほしいんですね。で、URL はですね、この動画貼ってあるところに、説明書きに入れておきますので、そちらの方の URL 参考にして、こちらまで飛んでください。そうですね、このUページありますけども、左下ぐらいですね、こういう地域タグっていうのがあります。地域ありますね。でですね、まあ、私が、見てないとこを探しましょうか。そうしたらですね、沖縄行きましょう。はい、出ましたね。で、こういった形で出ますね。この状態でですね、県の、いいね数でのランキングですね。まあ、21,800ということで並んでますけども、いいね数でのランキングが並びます。あ、これはこれですね、使いやすいですね。ただですね、まあ、中にはですね、ファン数はあるけども全然ですね、投稿されてないとかってですね、全くですね、開店休業のフェイスページとかもありますから、この状態だとですね、人気のフェイスページは分かりません。ですので、ここのですね、県話題人数っていうところをするんですね。そうするとここに、話題ってありますけども、Facebook ページの投稿に対して、いいねやコメントした人の、まあ、これの総数が話題にしている人っていう形で出るんですけど、その数がですね、多い順に並びます。でですね、ここにですね、いいね、要するにファン数に対しての話題にしている人の数の割合っていうのが出ますね。これ 16.8%、69%。そうすると、まあ、こちらのページはですね、例えば石垣市というページですね、7割の人がですね、話題にしているということですね。非常にまあいい可能性があるということで、実際に見てみるとですね、まあ、確かに、500人とかいいにしてですね、かなり人気でですね、参考になるようなフェイスページですよね。話題性人数とそれのですね、まあ、割合ですねを見ていて非常に高いもん、これ 100% とかね、 400% とかすごいですね。こういったものはですね、非常に、まあ、クリックしていくとですね、実際にやっぱり上手ですよね。参考になる部分が多いので、こういったのを参考にして自分のフェイスページをですね、構築していくとですね、上手なものができると思います。ということですね、この FB ランク結構ね、いろんな使い方できるんですけども、前でもですね、やっぱりですね、いいフェイスページを探してそれで参考にするね、いいものを真似るというのは非常に重要ですので、ぜひ使ってみてください。ということで、株式会社8円の方ですね、ブログやってますね。こんな感じでブログやってます。ひらがなで8円と検索していただければ出ますので、ぜひですね、そちらの方をご覧ください。またですね、YouTube の方、チャンネル登録の方ですね、どしどしと、募集してますので、ぜひ、ね、こういった、見て聞いて、ノウハウを吸収されたい方、チャンネル登録もお願いいたします。ということで、以上、ソーシャルメディア活用して中小企業の経営力アップ、株式会社8円ソーシャルマジシャンの坂田でした。では。